今日は円の証明問題をやるよ照明問題得意な子は少ないよねそこでとっておきのポイントあるよ証明は「ハンバーガー」ねそうハンバーーガのように証明は書くと得意になるよ3つで書くよハンバーガーまず「パン」があるよねこの「パン」をイメージして照明では注目する図形を書こううん一番初めは注目する図形を書くよ例えば三角形何とかに置いて注目する図形を書くよ それができたら、次は大事なハンバーガーとかレタスとかチーズ詰め込む部分ね。この具材の部分には。そう、図形で見つけた等しい小屋角。うん、円においては等しい小屋角度。これをたくさん書いていこう。で、これが書き終わったら、最後、結論の部分。パンの最後の部分には、結論を書くと、ハンバーガーの完成で。おしまい。結局、正面はこの三つ書けばオッケーなだけね。 じゃあ、問題見ていこう。じゃあ、例題ね。図のように、一つの円周上に四点 A. B. C. D. があります。こ A. B. イコール、こ C. D. ならば、A. C. 平行 B. D. となることを証明しよう。図を見ていくと。円があるね。四点 A. B. C. D. があって、今は何の問題。そう、証明問題だね。証明するのはここ。A. C. 平行 B. D.。つまり、図では A. C. っていうのはここ。 そして BD いうのはこここの2つが平行であることを証明しよう。でいきなり証明書くことできないよね。どうしたら平行になるのかをまずは図で考えていこうそうすると問題文に大事なヒントあったよねそれはここ AB, AB CD、うん、これを考えると AB っていうのはここねコ AB、それから CCD はここ。 この2つの長さが今等しいんだってこれをヒントになんとか平行って言えないか考えていこうそうするとうんこう ab とこう cd この長さが等しい時って大事なポイントが一つだけあったよねそう一つの円でこの長さが等しい時には円周角が等しい円周角っていうのはここ AB の円周角はどこかなそれはここだよねうん ににある点に向けたここそれが演習角そして CD こう CD の円周角はどこかなそれはここだよね円周上の点に向けたここでこの2つの角度はこの長さが等しいから等しい同じ角度、ね、でここが同じ角度だったら重要な関係あるよねそれは中学校2年生の時に出てきた錯覚の関係ね「Z 角」通称「 うん、Z の逆向きだけどこの角度 Z のような角度がお互い等しい時には2つの直線っていうのは平行になるよね。うん、だから今こことここ等しいんだったら AC と BD は平行になるこれで証明できるよ。で頭で考えるんだったらここで終わりだけど証明問題はちゃんと文章にして書かなきゃいけない。そこで書き方のコツハンバーガーに従って書いていくよ。じゃあまず注目する図形 ここからいいていくようんこの場合にはどの図形に注目するそうそれは1つの円であることだねこの円においてだから注目する図形はもうほんとあっさり一言図の円においてこれだけで OK もう3つのうちの1つが終わっちゃったよじゃあ次書くのは等しい子を書く見つけたものを書いていこうそうするとうん わかりやすく書いていこう一つ一つねまず何を見つけた一番初めに見つけたのはここだったね AB と CD この長さが等しいこれ見つけたよねこれを書いていこうで、仮定問題文のヒントのことを仮定と言うんだけど書くときには仮定からと見つけた場所も書く仮定からこう AB イコールこう CD うん、等しい項かけたよ、ね、で AB と CD 等しいんだったら何が言えるわけそれはここだった。等しいこの円周角は等しいから長さが等しいこのと正式に書いとこうか。長さが等しいこの円周角は等しいから。 等しいからと書いて何が言えるそう言えるのは角度が等しいことだよねこの場合には BDA と CAD 等しいよね AB に対する円周角だから角 BDA と書いてこれと CD に対する円周角角 CAD と書こう、うん、こうして書いたで等しい項等しい角見つかったよねそうしたらもうここおしまい 最後に書くののが結論の部分ねこれが言えると何が言えるんだろう問題文もう一度見ようそうすると最終的に言いたいのはここね ACBD 平行 B D こことここ言いたいじゃあここを利用して錯覚が等しいから ACBD 平行 B D と書こう、うん、錯覚が等しいから 最終的に結論の部分、AC 平行 BD と書くよ。これで証明おしまいね。もう一度大事だから振り返ろう。証明っていうのは三ステップで書くよ。ハンバーガーを意識しよう。まずここ大事なパンの部分を書く。そして次一番大事なのは具材の部分ね。肉とかレタスとか詰め込む部分には見つけた等しいことかそれから長さそれを しっかりと詰め込んじゃう。で、こうして具が詰まったら最後結論パンの部分で閉じて正面をおしまい正面は3ステップで書くよじゃあ練習ね三点 ABC が同じ練習場にあります各 BAC の二等分線を引き演習との交点を D とすると三角形 BDC は二等辺三角形であることを証明しよう じゃ図を見ていくと今円があるわけだね三点 ABC があって A の二等分線を引くそうすると円周との交点があってこれを D とするそしてどんな問題だっけそう証明問題で何を証明する問題それはここ三角形 BDC は二等辺三角形であることを証明するもう一回図を見て確認すると三角形 BDC というのはここねうん。この三角形が二等辺三角形であることを証明しよう じゃあどううしようか二等辺三角形であることを証明するには二つ見違ったよね。一一つはう、ね、つつはは辺辺とととがが等等ししいい示示すすかもううののパターンそ角角ね二で円の問題のちょっとしたポイントなんだけど円っていうのは円周角の定理とか使って角度がとても移動しやすくなってるからこの角度とこの角度が等しいと示せないかそのルートから考えてみよう。 そうするとまず問題文のヒント生かそう問題文のヒントでは A から二等分線を引いたわけだね。ということは角度この角度とこの角度は等しかったね。この等しい角度をなんとか動かしていってこことここ等しいと言えないか考えよう。そうするとまず三角 BAD っていうのは円周角だよね。円の円周角何の円周角それはこここ。 BD の円周角だったわけだよねということはそう BD をことする円周角そこにまた移動できるわけだねそれはここだけじゃなくてこ BD をの円周角というのはここもそうだよねつまりこことここ角度は同じね同じこの円周角なんだからこことここ一緒次こっち考えようこの角度どうやって移動する 同じ要領で考えて CAD の円周角なんだからコ CD を考えてコ CD の円周角はここだけじゃなくてここもそうだよねつまり同じこの円周角は等しいからうんこことここ一緒つまりねこことここ一緒だったらこことここも一緒になるわけね角度。角度が 等しいんだったら三角形は二等辺三角形であるこうして証明できるよね頭で考えるんだったらこれでおしまいなんだけど今は証明問題ねだから実際にはこの3ステップ3ステップに従って書いていくよじゃあまず注目する図形について黒板に書いていくとうん、大体こんな感じになるわけねなんとかにおいて注目する図形においてこの場合にはそう、図の円においてね そして注目する図形を書く次に書くのはここね等しい小屋書く見つけた角度とかあったよねそれをここに書いていこうで実際書いていくとうんこんな感じで書くよ一つ一つ見ると仮定から仮定というのは問題文のヒントね一番初めに見つけたのはこことここだったよねだから書く BAD とそれから書く CAD ね これが書けたその次に考えたのは何だったっけそれはそう等しいこの円周角が等しくてこれとこれ動かしてこれからこことここを動かしたねだからここには等しいこの円周角は等しいからと書いて一つ一つ動かしていこう一つ目はここ各 BAD BAD っていうのはここに動かしたねつまり各 D 各各 BCD BAD BCD イコール各 D それからもう1個目は各 CAD を動かしたね各 CAD っていうのは CBD と等しかった CAD は CBD と等しかったうん。でこれを二丸三とすると何が言える ここここと等しいわけで BAD は BCD のこと CAD は CBD のことだからこことここ等しいわけね一丸二丸三から言えるのは BCD CBD とそれから各 C B D が等しい、うん、こうしてこことここ等しいってやったねそうしたら等しい声や書く全部出し切った最後に書くのは結論の部分ね言いたいのは角度が等しいことじゃないよね 三角形 BDC は二等辺三角形であることを示すんだから結論部分書くとうん何とかだから三角形 BDC は二等辺三角形であるこの場合には2、うん、つの角が等しいからまあ低角が等しいからと書いてもいいんだけど2つの角が等しいから三角形 BDC は二等辺三角形であるこれで証明終了ね。 みんなが今日絶対覚えてほしいののはハンバーガーガ書き方整理すると一番初めには注目する図形書いよ、ね、で次には見つけたそう等しい声や書くそれをここで書いていっちゃおうそしてうん最後には結論大事なパンの最後のパンの部分にはこうやって結論を書いて締めるこれが証明の書き方だよ。 今日のポイントね照明の書き方はハンバーガーーガをイメージしよう円の照明の時にはまず注目する図形を書くそして大事な具材の部分には等しい小や角を書こうそれを出し切ったら最後パンは結論で締めるこれさえ押さえておけば大丈夫だよ。